なーにしてんの？びっくりしたね。ごめんごめん。めっちゃ集中してるからさ、何してんのかなと思って。何のゲーム？ふー。なんかゆるキャラ感あって可愛いかも。君好きそうだね、そういうの。私もやってみよっかな。おもろい？じゃあやってみよう。あ、ゲームの名前教えて。うん、オッケー。あ、ちょい待って、電話。マジか。ああ、ごめん。隠すのもあれだからちゃんと言うけど、あれです。元彼からです。連絡先どこから仕入れたんだろう。電話番号とか全部変えたはずなのにな。出たくはないんだけど。いや、まあ、連絡先消せって言いたいから一応出ときたいんだけど、普通に嫌だよね。うん。隣にいてほしいかも。君からしたら、やっぱほら、今は違うとはいえね、ちょっと前まで好きだった人と話してるところなんて聞きたくないかもだけどさ。なんというか、難しいな。なんて言えばいいんだろう。こう、さあ、何も隠したくないわけですよ。ただでさえ元彼なんてさ、不安材料なわけだから。ってことで、隣にいてください。何も隠し事したくないから。うん、ありがとう。よし。もしもし。久しぶり。今、全然暇じゃない。何？なんかよ。あ、そう。まあ、あんたが暇かどうかは別にいいんだけど。てか、どっから連絡先もらったの？なんで？教えなよ。別に教えたやつのことなんかするわけじゃないし。面倒。まあいいや。共通の友人なんてほとんど限られてるし。てかそんなんどうでもいいんだけどさ。私今彼氏と一緒にいるんだよね。そう、彼氏。だから邪魔しないでほしいの。二度と電話かけてこないで。は？冷たいって何？当たり前じゃない？別にもうあんたは私の彼氏でも何でもないのに。他人に優しくする暇あったら今はこの子に。あ、ごめん。彼氏にね。彼氏に愛情を注ぎたいの。は？逆にまだ好かれてると思ってるわけ？なかなか楽しそうな頭してるね、あんた。もう今は彼氏くんにぞっこんなの。この子以外見えてないし考えらんない。無理。だからマジで二度と電話とかかけてこないでほしいし、誰かに連絡先聞くとか、めめしい執着もいらない。やめて。二度と私とこの子の関係に関わらないで。ん、じゃあ。あ？何？まだなんかあんの？いや。ここまで言われてご飯行けるとか思ってるわけ？本当に。もうなんか言葉も出ないんだけど。わかんないようだからちゃんと言うけどさ。私はもうあんたのことなんてみじんも好きじゃないし、これっぽっちも未練なんてないの。わかるかな？だから、ご飯も行かないし、本当はこうして電話するのだって嫌。だから本当に、もう二度と関わらないで。じゃあ、さよなら。はあ、ほんと何なんだあいつ。てかごめん。長々と話しちゃった。ねえ、本当にごめん。おいで。ギュってしよう。てか、私がしたい。キュー。マジ無理。ねえ。本当に君が一番だから。でも、ごめん。嫌だったよね。何？嬉しかった？どういうこと？君が嬉しいと思える要素あった？そんなこと言ったんだっけか？無意識だった。なんかイライラしちゃって。せっかく君と一緒にいるのにさ、あんなんに邪魔されたのが腹立っちゃって。でも、君がちょっとでもそう思ってくれたなら、よかったのかも。本当に君が一番で、君のことが一番大切なの。愛してる。この世で一番好き。君が隣にいてくれるだけで幸せなの。これだけは信じて。君もか。そっか。よかった。あ、今度もしまたあいつから電話来ても絶対取らないから。なんか。好きだよ。そうだ、さっきゲームの話してたんだよね。そうだそうだ、ダウンロードとかまだしてないし。どうした？もしかして甘えたくなっちゃった？いいよ。じゃあ、思う存分イチャイチャしよう。おいで。